フリントストーン。1960年代に大流行した、原始時代を舞台にしたドラマを、ダライ・アスなどを手掛けた、タイトーが、ゲーム化しました。内容は、未来から来た悪い科学者に、大切にしていた恐竜を連れ去られ、家族が立ち上がるというお話です。内容は、横スクロールアクションゲームで、ジャンプと棍棒と、飛び道具の意思をのとを、駆使してステージをクリアしていきます。とにかく道中の穴に落ちると即死になるので、ジャンプが命です。しかし、届くと思って飛んだら、松坂様ということもよくあります。また、絶妙なタイミングで飛べても、敵のブロックで、落とされることもあり、気が抜けません。しかし、武器を巧みに使い分け、敵に対処するのは本当に面白いです。また、ジャンプについては1ミリでも、届けばしがみつけるのは、独特なスリルがあります。キャラの動きも、原作をうまく再現できています。原作を知らなくても、楽しめる作品だと思います。闘魂クラブ。あのジャレコが出した、プロレスゲームです。内容は、7人のどこかで見たことある、レスラーたちから1人を選んで、戦い抜きます。攻撃をもらい続けると、怒りゲージが溜まり、必殺技が使えます。技も、これらも見たことある、メジャーなものから、通好みな技まであって楽しいです。また、画面がキャラの立ち位置で、変わるのは、ありそうでない仕掛けで、盛り上がりました。また、相手の体力をゼロにしただけでは、ホールができないのはもうにリアルです。さらに7人勝ち抜くと優勝になりますが、衝撃の展開から2周目に入ります。ここがかなり難しいので、頭を使わないと勝てません。また、飛び技もありますが、特定のアングルでしか飛べないのも、ある意味こだわっています。地味ですが、当時のプロレス好きなら、挑むべき道かもしれません。エイセス、アイアンイーグル3、同名の映画をゲーム化した、異色なゲームです。内容は、トムキャット、フォーネットやハリアーといった、名戦闘機を操作して、強大な麻薬組織を、叩き潰すお話です。基本は、まずは 3D で展開して、ミサイルや機関砲で雑魚と、ドッグファイトして、その後 2D になって、地上相当作戦をするという、ちょっと凝った作りです。武器についても、機体それぞれに、個性があり間違った選択を、するとクリアするのに苦労しますが、逆に上手くなるとあえて難しい機体で、挑むのもありです。ボスが強くて、クリアには時間が、かかりますが、歯応えがあり、おまけにグラフィックも当時としては、凝っています。また、二つのシューティングを、同時に楽しめるのもお得です。映画で遊べるような感じにも、なるので、映画ファンにも、おすすめです。
妖精物語、ロッドランド。あのジャレコが出した、2D アクションパズルです。内容は、魔物にさらわれた、ママを助けるため子供たちが、お父さんの杖を使って、30階の塔をクリアを目指します。杖の力を使って、はしごを出したり、敵を捕まえて地面に投げたりして、倒しながらステージにある花をすべて集めると、次のステージにワープします。はしごは一段しか作れないので、途中から斜めに飛び降りて、隣の床に降りたりして先に進みます。敵の種類も豊富で、攻撃手段も、豊富なので頭を使う必要があります。敵を倒すとミサイル等、結構物騒なものが出てきますが、それらを駆使しないとクリアできません。また、一定のステージになると、ボスが出てきます。こいつらも個性があり、しっかり考えてプレイ、するというかなり難しいです。しかし、キャラの絵はトップで、可愛くてある意味攻撃ホウホウと、メリハリがついています。また裏面もあるので、長く楽しむことができます。歯ごたえのあるパズルを楽しみたいなら、おすすめな一本です。対戦ゲーム、ネイビーブルー。昔から紙と手の使った、回戦ゲームという頭脳ゲームがありますが、それをファミコンで再現しました。クーデターが起きた海域で、主人公の提督が、船を選んで敵を攻撃で探りながら、殲滅していくシミュレーションゲームです。使える船は空母を軸に戦艦や駆逐艦、潜水艦等個性が違うユニットに、ミサイルや、戦闘機で戦います。敵の兵力も、どこにいるかも、わからない状態ですが、そこは、ミサイルで攻撃すると、敵が近くにいると大波が立つので、最初は、当たりをつけて撃つのが重要です。当然敵も狙ってくるので、艦隊を固めて配置していて、最後に秒殺されることもあります。少しとっつきにくいシステムですが、高度な読み合いにはまります。音楽や、敵艦を撃沈した時も、グラフィックはかっこいいです。海戦物が大好きなら、絶対夢中になる一本です。ドリームマスター、あの怪獣物語等個性的な名作を送り出してる、ナムコが出した RPG です。内容は、永遠に眠り続ける、呪いを受けたお姫様を助けるために、主人公がお姫様の悪夢に挑みます。全7章で構成されたストーリーを、順番にクリアしてゆきます。戦闘は、オーソドックスなコマンド入力式です。また、攻撃に牽制で相手の出方を探ったり問う、細かい指定ができるのが面白かったです。また、ダンジョンは初めは真っ暗で、歩くと少しずつ見えてくるのが、新鮮でしたが、少し怖いです。また、敵が近づくと音がしたり、風の通る音で穴を見つけたりと、意外と五感を使うゲームです。壁にぶつかると、悪夢という、設定なのでダメージを受けます。うまく避けて歩き続けると、なぜかラスボスに回復してもらえる、面白いおまけがありますが、逆にぶつかり続けると、馬鹿にされます。敵の数が限られているので、RPG としての要素は薄いですが、音を頼りに進めるのは、
今のサバイバルホラーに通ずるものがあり、当時としても好評でした。通好みなので、RPG ファンなら虜になるかも。F1、センセーション。あのナムコがファミコンを卒業した時に出した最後の一本です。内容は、疑似 3D のコースを走ります。自由にコースを選んで走れるフリー、ランと、ドライバーと争うグランプリがあります。レース前に、コースに合わせてしっかり、マシンのセッティングをしないと、まともに走り切ることができない上に、レース中に壁に衝突などをすると、ダメージが蓄積して走りに影響するなど、本物のレースさながら出来事が体感できます。おまけにコースは、実際に存在する難しいコースばかりなので、軽い気持ちでプレイして、すぐにリタイアなんてこともよくあります。また、最大の特徴は、フジテレビと、F1 運営団体 FOCA と提携して、当時の F1 パイロットが実名で登場する点です。なので、グランプリモードでセナや、シューマッハ等名だたるドライバーと、戦い勝利した時の快感は、何とも言われません。とにかく初心者お断りレベルの難易度ですが、実名のパイロットと競える感覚は、なかなか味わえないです。当時の F1 を知る資料としても楽しめるので、F1 ファンならピットインするのも悪くないです。